となると山本浩二さん、両チームともにここから延長戦気をつけていかなければならないポイントというのは。そう、怖いです、でカープの方は、投手陣が出たら他のピッチャーも行くぞっていう、そういうことですね。初期バッターボックス、反対方向、代打でしょうから、はい、アウトコース見逃し三振です。先発の戸郷ですけれども、今日のピッチングに関し、はい、先制点をもらいながら粘りきれなかったことが悔やまれますと、次に向けてしっかりと調整したい ですと、そう振り返っています。まあ、試合前に話していたんですけれども、タイムリー内野安打で同点に追いつかれているというここまでです。2球目、セリーグトップの登板数を誇る高梨、2者連続三振です。宮尾さん、先ほどの回じゃ行かせなかった後のイニング、高梨が2者連続三振です。そうですね、ここは1球、2球引っ張ってレフト線切れでファウルボールです。粘ります。お互いあると思いますね。空振り三振、3者連続三振でこのイニングを締めくくりました。今日誕生日の高梨、ジャイアンツは10回の裏、ナイスバースデー登板ですね。今日31歳の誕生日を迎えました高梨。スリーボールになってからも、あの菊池の対戦、非常に慌てずに落ち着いて投球していましたね。そうですね、最後の1球っていうのは、はい、クイックで投げましたよね。まあ、そのあたりですね、バッターのタイミングっていうのをずらすというね、まあ、そのあたりはさすがだなっていうね、ベテランのピッチングですね。一つポンとグラブを叩いて。